4月14日午前の取引を終えました。前引けの段階で日経平均株価は昨日の終値に比べて400円80銭高い 16,782 円2銭でありました。トピックスの方も昨日の終値に比べて 27.71 ポイント上昇し 1360.15 で終えています。日経平均、トピックスともそれぞれ 2% を超える上昇率でありました。日経平均午前の段階では3日続伸です。日経平均株価のチャートをご覧いただきましょう。でこちらであります。おととい、昨日、そして今日とこのように大幅に3日続伸していまして、この3日間の上げ幅、日経平均1000円近く上げています。そして今日はこの赤い線、25日移動平均線を上回ってきました。高いところで黄色い線、75日線を目指すような動きであります。東京市場、足元非常に強い堅調な展開が続いています。こうした東京市場の大幅高を牽引しているのは大型株であります。引き続き大型株への買いが続いていまして、こちら今日午前中一番買われたセクターでは鉄鋼セクター、その鉄鋼セクターの中の大型株 5411JFE ホールディングスです。このように先週は1400円どころでのもみ合い相場続いてきたんですけども、今週に入ってこのように急速にリバウンドと値を戻すような動きとなっています。今日は高いところで1800円台という場面がありました。この1800円台という株価水準は遡っていきますと、このあたり1月頭以来であります。3ヶ月ぶりの高値圏という動きであります。鉄鋼セクター、それから銀行セクターの中で特に時価総額の大きい大型株が今日買われていまして、指数を牽引していました。一方で小売関連の業績などで売られている銘柄も散見されます。売られている銘柄7581、サイゼリアであります。サイゼリア、今日はこのように窓を開けて売られています。サイゼリアであります。昨日決算発表を行いまして、こちらがネガティブに取られているようです。サイゼリア、こちら昨日決算発表を行っています。2015年の9月から16年2月期の連結決算、こちらは半期の決算でありますけども、純利益は 44% 増益で着地しています。ただ何か物足りなさといったところが意識されているんでしょうか。サイゼリア、窓を開けてこのように売られています。チャート出ますでしょうか。今日は一番安いところで2008円まで売られました。直近の安値すべて割り込んで年初来の安値をつけています。ただローソク足ご覧いただきますと、下髭の長い実体線に乏しい足となっています。朝方売り一巡した後下げ止まっての動きということであります。今日東京市場全体としては指数的に大型株が牽引する形で非常に堅調な展開となっています。以上、東証アローズストックボイススタジオよりお伝えしました。